バスルッテンは、オランダの男性総合格闘家。北ブラバント州ティルブルフ出身。アメリカ合衆国カリフォルニア州ウェストレークビレッジ、在住。バスルッテンアカデミー所属。元 UFC 世界ヘビー級王者。UFC 殿堂入り。オランダ人史上初の UFC 世界王者。格闘技において有効的な技である、レバーへの攻撃を多用し、後の総合格闘技の先鋒に、 大きな影響を与えた人物とされる。現役時代には UFC 世界ヘビー級王座を獲得し、現役引退後は優秀な指導者としていくつか総合格闘技の教材を執筆している。オランダのティルブルフで生まれる。6歳の時にズダと皮膚炎を発症し、常に手袋と長袖シャツの着用が必要なほど重い症状に悩まされ、学校では 全息のため運動に参加させてもらえなかった。その結果、普通の子供より痩せていたルッテンは、幼少期にひどいいじめを受けることとなった。友達と小学校の裏庭でボクシングのトレーニングを始める。12歳の時に家族旅行で訪れたフランスで、ブルースリー主演の映画、萌えよドラゴンを見て格闘技に興味を持つ。フランスでこの映画は17歳以上しか見れなかったため、 ルッテンは、兄弟と劇場に忍び込んでみたという。しかし、両親が格闘技を習うことに反対だったためすぐには格闘技を始められなかった。2年間懇願を続け14歳の時に、ようやく両親から許しを得て、テコンドーを習い始めるも、数ヶ月後に、町で一番のいじめっ子と喧嘩になり、花を折って越してしまうと、再び両親から格闘技を習うことを禁じられた。 一人暮らしを始めると21歳の時に再び、テコンドーを習い始め2段を取得、極真空手でも2段を取得した。20歳の時、用心棒やモデルとして働きながら、プロキックボクシングデビューを果たし、16戦14勝14、個の戦績を残す。キックボクサーとして活躍した後、オランダ格闘技界の重鎮クリス・ドールマンの誘いで、 リングスオランダ道場でトレーニングするようになる。最初は総合格闘技に順応するのに苦労するが、旗揚げするパンクラスの外国人選手を探すために、道場へ視察に来た船木正勝と鈴木実ののスカウトを受け、1993年9月21日のパンクラス旗揚げ大会に参戦するチャンスに恵まれると、ルッケンにとって総合格闘技デビュー戦となった試合を、 開始わずか43秒で対戦相手の柳沢は粒子を秒殺越して日本のファンに衝撃を与えた。1994年1月19日、総合格闘技3戦目で船木正勝と対戦し、アンクルホールドで敗れるとグラップリングテクニックの重要性を身をもって知ったルッテンはオランダへ帰国してからも学べるようパンクラス道場での船木らのトレーニングをテープに 録画するようになった。1994年7月6日、船木と共に、パンクラスの日本人エースであった、鈴木峯と対戦し、グランドに持ち込まれるも、鈴木の関節技を防ぎ切り、スタンドへ戻すと、レバーへの膝蹴りで小勝ちを収めた。後にルッテンは、この勝利を人生で最も幸せな瞬間の一つだったと語っている。1995年9月1日、 キングオブパンクラスタイトルマッチで鈴木実と対戦し、フロントチョークで一本勝ちを収め王座獲得に成功した。1996年5月16日、キングオブパンクラス統一王座決定戦で暫定王者フランクシャムロックと再戦し、ドクターストップで TKO 勝ちを収め王座統一に成功した。9月7日、船木正勝を相手に王座防衛を果たし、 同年10月をもって王座返上した。1995年2月にオランダで力事務を設立し、その後もヨーロッパを中心にバスルッテンアカデミーを設立した。1998年9月14日、パンクラスで渡辺健吾のデビュー戦の相手を務め TKO 価値を収めた。1999年1月9日、 UFC 初参戦となった UFC18 のメインイベントで高坂剛と対戦し、スタンドパンチ連打で一四股勝ち。1999年5月7日、UFC20 の UFC 世界ヘビー級王座決定戦でケビン・ランデルマンと対戦し、接戦を繰り広げて2から1の判定勝ち。王座獲得に成功した。1999年6月、 ミドル級転校を表明し、ヘビー王座を返上。しかし、トレーニング中に、膝の人体損傷とハムストリング断裂の重傷を負い、以前から悪くしていた首の故障もさらに悪化させた、ことで、現役引退を決意した。2001年10月14日、バトラーツに参戦。東京米 NK ホール大会において、UWF ルールでカールマレンコに勝利を収めた。 2000年12月31日、猪木ボンバイエ2000に出場し、プロレスを初体験後、新日本プロレスへの参戦が決定し、2002年5月2日に、東京ドームで中西学ブを撃破した。その後も、棚橋博史や成瀬翔昭とも対戦して勝利している。同年7月20日札幌ドームでは、IWGP ヘビー級選手権試合で、 第31代王者の長田博士に挑戦するも、長田ロック2でギブアップ負け。10月26日福岡では IWGP ジュニアヘビー級選手権試合で第43代王者の金本浩二にも挑戦し、アンクルホールドで敗れた。その後、練習中の上腕二頭筋の断裂により活動を休止した。2006年7月22日にワットフェニテ。 紐の大役ルーベン・ビシャレアルと対戦し、ローキックで一四個勝ち。約7年ぶりの総合格闘に復帰を果たした。同年に以前から悪くしていた膝の人体、帯、ハムストリング、肋骨の手術を行った。2007年、アイフルのロサンゼルスアナコンダスでコーチを務めた。2015年、パイオニア部門で UFC 電動入りを果たした。ありがとうございます。